おはようございますこんにちはこんばんは電脳配止の吉岡秀樹です奥歯の前よりにあるこの辺の歯がしみるそんな時によく見かけるのが WSD ウェッジシェイプドディフェクトの頭文字を取ったもので日本語ではくさび状結草と呼ばれるものです 前から数えて4番目5番目そこにある小球止にできやすいものです顕微鏡を通しての実際の映像がこちら変な噛み癖があると歯に余計な力がかかって歯の結晶が飛び散ってこんな感じで歯の根元の一部が欠けちゃったりします映像から分かるでしょうか何気に大きく欠けているんですよね根本的には変な噛み癖を減らして力のコントロールをすることが大切なんですが染みて困っている時は特殊なセメントを使って処置したりしますレジン樹脂で埋め立てる処置をする ということもありますが噛み癖のコントロールができていないと治療したところがポロッと取れてしまったりするので治療のタイミングには注意が必要になります参考になりましたでしょうかそれではまたね